ケン・マッティングリーことトーマス・ケネス・マッティングリー2世はアメリカ合衆国の宇宙飛行士、海軍航空士、航空機士、テストパイロットであるアポロ16号、STS-4、STS-51C ミッションに登場したアポロ13号に登場する予定だったが打ち上げの3日前に予備搭乗員の1人が風疹に感染していることが判明し 風疹の免疫のないマッティングリーに感染していた場合にミッション中に発症する恐れがあったため予備搭乗員のジャックス・ワイガートと交代された。マッティングリーはその後アポロ16号の司令船操縦士として64回の月周回を果たし月飛行を経験した24人のうちの一人となった。ガッツ飛行とスペースシャトルの軌道飛行の両方を 経験したのは、マッティングリーとアポロ16号船長のジョン・ヤングのみである。アポロ16号が地球に帰還する際、マッティングリーは船外活動を行い、宇宙船の指令、機械船の外側からフィルムカセットを回収した。これは惑星から遠く離れた場所で行われた史上2番目の新宇宙での船外活動だった。2021年現在、 この船外活動は、アポロ計画の J ミッションで行われた3つの船外活動のうちの1つである。マッティングリーは、1936年3月17日、シカゴで、トーマス・ケネス・マッティングリーとコンスタンス・メイソン、マッティングリーの間に生まれた。父は、マッティングリーの誕生後すぐに、イースタン航空に就職し、一家は、フロリダ州ハイアリアに引っ越した。 マッティングリーは幼い頃から航空が生活の一部となっており、後に一番古い記憶はすべて飛行機に関するものだったと語っている。マッティングリーはボーイスカウトに積極的に参加し、ボーイスカウトで2番目に高いランクであるライフスカウトを達成した。1954年にマイアミエジソン高校を卒業し、1958年にオーバン大学で 航空工学の学士号を取得した。1958年に少尉としてアメリカ海軍に入隊し、1960年に海軍航空士の資格を取得した。その後、バージニア州オセアナ海軍航空基地の第35攻撃飛行隊に配属され、1960年から1963年まで空母サラトガに搭載されていた。 A-1H スカイレーダーを操縦した。1963年7月、フロリダ州、サンフォード海軍航空基地の第11重攻撃隊に配属され、空母、フランクリンディールーズベルトに乗艦し、A-3V スカイウォーリアを操縦した。サンフォード基地にいた時、マッティングリーの同僚将校が、ケープカナベラルからの打ち上げの空中写真偵察を受け負うことになり、 マッティングリーもこの任務に同行し、ジェミニ3号の打ち上げを上空から観測した。マッティングリーは2回目の巡航後にパタクセントリバー海軍航空基地の海軍テストパイロット学校に参加しようとしたが、巡航の終了がクラスの開始の後であったため諦めた。しかし、カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地にある空軍テストパイロット学校に入学することができた。 ここでは、後に、宇宙飛行士となるエドガー・ミッチェルや、カロル・ジェボブコがクラスメイトとなり、後に、アポロ16号の搭乗員となる、チャールズ・デュークや、STS-4 で、マッティングリーが指揮を取ることになる、ヘンリー・ハーツ・フィールドなどが共感となった。マッティングリーの飛行時間は7200時間で、そのうち5000時間は、Z 機によるものである。アポロ13号の当初の正搭乗員。 中央がマッティングリー。1965年9月10日、NASA は第5次宇宙飛行士グループの選考を開始した。351名の応募者の中から、1929年12月1日以降に、生まれたアメリカ合衆国市民であること、身長が6フィート以下であること、Z 機で1000時間以上の飛行経験があることなどの、 基本的な資格を満たした159名の候補者を選出した。マッティングリーはそれまで宇宙飛行士プログラムに応募することにほとんど興味や関心を示さなかった。しかし、空軍テストパイロット学校のクラスの受講者に対し、な a かアメリカ空軍の有人機動実験室プログラムのどちらかに応募するチャンスが与えられたとき、マッティングリーの考えは変わった。 マッティングリーとミッチェルは後者を選び、不合格となった。その時、NASA への応募は締め切りを過ぎていたが、教官の一人が NASA に申請を受理してもらうことができた。宇宙飛行士室の代表として、当時、ジェミニ1号の正搭乗員として訓練中だった、ジョン・ヤングとマイケル・コリンズが面接を担当した。マッティングリーは、後に、ヤングが出てきたことに、戸惑ったと実戒している。 コリンズがマッティングリーに F-104 をどう思うか尋ねたところ、マッティングリーは楽しい機体だが戦闘には役立たないと思うと答えた。コリンズはこの答えを嫌ったようで、マッティングリーはチャンスを逃したと思ったという。しかし、先行終了後、マッティングリーはリーク・スレイトンから宇宙飛行士にならないかとの誘いを受けた。先行時、マッティングリーは2582時間の 飛行経験を持ち、そのうち1036時間は、Z 機での飛行経験であった。また、初期資格で要求されていた工学、または物理、生物科学の学士号も取得していた。1966年4月、100人の軍人と59人の民間人の候補者から、NASA は19人の宇宙飛行士を選抜した。 発射台の前でポーズを取るマッティングリーマッティングリーはアポロ8号の支援飛行士の一員だった。アポロ8号の2回目のテレビ伝送時に宇宙船通信担当官を務め、その後、地球機関軌道投入の準備を行った。その後、アポロ11号の予備搭乗員の司令船、操縦士としての訓練をウィリアム・アンダースと並行して行った。これは、 アンダーズが1969年8月に NASA を退職することになっており、ミッションが遅延した場合には、アンダーズが任用できなくなるためである。アポロ11号の予備搭乗員の3名は、アポロ13号の正搭乗員に任命された。マッティングリーは、司令船操縦士だった。しかし、打ち上げの3日前に、予備搭乗員のチャールズ・デュークが、風疹に感染していることが判明した。 正搭乗員のうちマッティングリーのみ、風疹の免疫を持っておらず、感染していた場合にミッション中に発症する恐れがあったため、予備搭乗員のジャックス・アイガートと交代された。その結果として燃料タンクの爆発につながる故障が見逃されることとなったが、マッティングリーは再突入時の省電力化という問題を解決するために大きな役割を果たした。 アポロ16号で船外活動を行うマッティングリーアポロ13号の予備搭乗員の3名は5回目の有人月面着陸ミッションであるアポロ16号の正搭乗員に任命された。ヤングが船長、デュークが月着陸船操縦士、マッティングリーが司令船操縦士だった。アポロ16号に課せられたミッションはクレーター、 デカルト付近の高地からサンプルを採取することだった。ガツ周回軌道上では、指令、サービスモジュール、キャスパーに搭載された科学機器によって、月の赤道付近の写真撮影と地球科学的なマッピングを展開した。また、オーロ、袋と月周回軌道上で26の科学実験が行われた。袋では、マッティングリーが船外活動を行い、指令、 機械船の側面にある科学米からフィルムやデータパッケージを回収した。アポロ16号のミッションはいくつかの宇宙船の不具合が懸念されたため、1日、早く終了したが、主要な目的はすべて達成された。1982年7月4日、STS-4 着陸後、ロナルド・レーガン大統領とファーストレディのナンシー・レーガンに敬礼するマッティングリーと、 ヘンリー・ハーツ・フィールド地球機関後、マッティング・リーは、スペースシャトルの開発プログラムで宇宙飛行士の管理職を務めた。マッティング・リーは、1982年6月27日に、フロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられる、スペースシャトルコロンビアの4回目かつ、最後の機動試験飛行である STS-4 の船長に指名され、ヘンリー・ハーツ・フィールドが操縦士を務めた。 7日間のミッションで、シャトルミッションの上昇、突入段階をさらに検証すること、長期にわたる極端な熱環境が、オービターのサブシステムに与える影響を継続的に調査すること、オービターのペイロード米に付着した汚染の調査を行うことを目的としていた。さらに搭乗員は、表面の電化に応じて、流体中の生物学的物質を分離することを、 目的とした連続不老電気営動システムの実験などの科学実験を行った。この実験は宇宙特有の特性を利用した初の商業的ベンチャーの先駆けとなった。このミッションでは初の運用となるゲットアウェイスペシャルを起動させた。STS-4 は112回の地球宙回を終え、1982年7月4日にカリフォルニア州 エドワーズ空軍基地に着陸した。着陸後、マッティングリーとハーツフィールドは、ロナルド・レーガン大統領に迎えられた。レーガンは歓迎のスピーチの中で、オーバーン大学の卒業生である二人を、オーバーンの二人の息子と称えた。1985年1月24日、フロリダ州、ケネディ宇宙センターから、国防総省発のスペースシャトルミッションである、 STS-51C が打ち上げられた。搭乗員は、マッティングリー、ローレンシュライバー、ジェームズ・ブッフリ、エリソン・オニズカ、ケイリー・ペイトンだった。STS-51C は、スペース・シャトル・ディスカバリーから、改良型完成上段ロケットによるペロードの展開という DOD ミッションを遂行した。着陸は1985年1月27日に行われた。 マッティングリーは1985年に NASA を1986年に海軍を退役した。海軍の最終階級は少々だった。退役後、グラマン社の宇宙ステーション支援部門で管理者を務めた。その後、カリフォルニア州サンディエゴにあるジェネラルダイナミクス社でアトラスブースタープログラムの責任者を務めた。ロッキード・マーティン社では X-33 の 開発プログラム担当バイスプレジデントを務めた。マッティング・リーは多くの団体の会員である。アメリカ航空宇宙学会のジュンフェロー、米国宇宙航空学会のフェロー、実験テストパイロット協会の会員、海軍研究所会員である。マッティング・リーは数々の賞を受賞している。1983年、他のアポロ計画の宇宙飛行士たちとともに、 国際宇宙の殿堂に殿堂入りした。また、1997年に他のアポロ計画の宇宙飛行士たちと共に、米国宇宙飛行士の殿堂に殿堂入りした。1970年にエリザベス・ダイリーと結婚した。二人の間には一人の子供がいる。1995年の映画、アポロ13では、ゲイリー・シニーズがマッティング・リーの役を演じている。 1998年のテレビドラマ、フロム・ジ・アース、人類、月に立つでは、ジェリコ・イバネクがマッティング・リーの役を演じている。ありがとうございます。